ちは。暑いよね、わかる。今日これ一枚でちょっと出れる。暑い。こんにちは。レッスンが早めに終わった。早くはないか。ヤスルパンさん、ありがとうございます。え、開花した？広島まだ咲いてなかった。咲いたかなって思ったけど、いつものところ咲いてなかった。今日はね、明日が朝激早なので、早く配信も終わらせようと。明日は江田島です。しかも午前中の10時。明日早いよ、遅いわけないじゃん。10時からライブなのに江田島で。こんにちは。めっちゃいい天気。激早だよね。めっちゃ早い気する。5時とかなかな。ワンチャンあるよな、普通に。寝る時間みたいな。まるともちゃん、さくら、ありがとうございます。みきやくん、ありがとうございます。メイクしていこう。今日はね、これは今日の服装はあるドラマの キャラクター。こんにちは。あれですね。赤ジャージです。こんにちは。ね、そう、桜はまだやったわ。そう、ジャージ。くしゃみが出そうだった。ドラマのね、役っぽいジャージなんですけど、世代じゃないか、私たちの世代だもんな。花粉症なんかな。今日は暑い暑い。これでデコ出してメガネかければ完璧なんです。前髪固めちゃった。
ヤンクミ感がある。そうなんです、ヤンクミなんです。今日は私極戦です。どこ広すぎて、ちょっとまだメイクしてないからメイクしよう。赤ジャージ、これをさ買う人いるみたいなね。服部さん、かわいいギフトありがとうございます。何そのレッスン着ってめっちゃ言われました、メンバーに。ダサいよね、ダサい中のダサいだもんね、このレッスン着って。イモースのジャージみたいって言われました。桜ありがとうございます。それ買ったのってびっくりされた。下も赤ジャージです、全身赤で行ったんですよ。それ買ったのって。ジャージといえば赤じゃんね。確かに、でもこれでレッスン行くのめっちゃ浮くよね。もう今日は短いからいいやと思って。18時までにお風呂済ませよう、始まってた。でもまだやってるからお風呂入ってきていいよ、普通に18時からで。こんにちは。今日の配信はこれだけって、これだけって何？この時間をたくさん配信したらだけ。あ、だって明日朝早いじゃん。こんにちは。早く終わるとは言ってないよ私。この時間に2時間配信すればいつもと変わんないじゃん。この配信を私が30分でやめますって言うならそれだけってなるけど、ここの枠を2時間すればいつもと変わんないです。だから長めにできるように。やっぱスポンジないと白いな。まあでも最近ね、メンバーが7時間とかやってるから2時間が少なく感じるんだろうなって。5時間やってるメンバーとか7時間やってるメンバーとか。こんにちは。そう、福田さん昨日11時から朝4時ぐらいまでやっててさ、えぐいよね。で今日の昼もやってるし今もやってるでしょ。何時間配信してるんだろうね。12時間とか配信してるんじゃない？すごいよね、1日の半分私の睡眠時間だわ。
誕生日だから。でも昨日もだった、昨日もだったよ、昨日も。昨日はアイコジが5時から0時まで配信してて、ノムさん、さくら、ありがとうございます。わんこそばさん、ありがとうございます。そう、極戦です。今メイク中。そう、わかりますか、極戦。ヤンクミ、てか明日が江田島で、明後日が卒業コンサートとか、全然実感なさすぎて怖っ。明日明後日だよ。ね、急だね。まだ先っしょって思ってたのに。準備万端、来る準備万端。てかみんなも今日早いんじゃない？明日朝早いからさ、今日出るって方もいるし、ヤコバとか前乗り、え、だから今日前乗りする人もいるんじゃない？もしかしたら江田島組の方々。明日の朝出ます。そりゃ広島はね、10時台からさ、ライブって結構珍しいじゃん。10時45だっけ、ね、朝。ね、だいたい1時とかだからさ、早くても。今日の夜行バスでは間に合わないので、昨日、マジ？もう着いてる？M44 さん、さくら、ありがとうございます。もうついてる？どこについてるの？江田島？広島？
旅人さん団子ありがとうございます。広島か、なんで江田島って、江田島に泊まってるのかと思った。もう明日江田島じゃん、だから江田島先の前乗り。今日はホットミルクを買って帰りました。夜ご飯はまだ食べてない夜ご飯っていうか今日まだ何も食べてないんですよ。夜ご飯はちくわとハムですちくわ食べたくて。まあ、何か食べたっけ。ハム買いました。でも別にダイエットとかじゃなくて食べたくて買ったんですよ。だから塩分とか普通に多いけど食べたくて買った。だからサラダじゃないんですよ、ダイエットとかじゃないんで。食べたかったから買っただけです。なので塩分もありますが、お疲れ様です。まつげが抜ける。今日はちくわ食べたかったんです。鏡かわいい、ちいかわ。カルビ弁当いいね。肉の日意識、焼肉とか食べたいけどな。焼肉ね。一人焼肉はまだ行ったことないんですよ。あ、そう、ヤンクミ意識です。でも、ワイライでさ5億ポイント達成したらみんなで焼肉行くから、あのメンバーね、メンバー高級焼肉叙々苑かな今日2億ポイント達成したらしい。めっちゃ早くない？多分8億もいけるじゃん。多分8億いけたら200万戦力の方全員にアクキーもらえるんですって。
カラコンしてないです。よく言われるけどね、カラコンしてないんですよ。目茶色いよね。でもしてないです。で、8億かいけたら200ポイント達成者に全員アクスタステッカーとかも書いてたよね。この格好でコンビニ行けるって。私レッスン行ってきたんですよ。これでコンビニも行ったよ。余裕です。だって普通じゃない？ジャージだよ。学生時代こんなん着てるじゃん。そう、あのさ、ツイッターに書かれてたけど、あの兵士研究のなんか戦力のさ、兵士とかの研究したらめっちゃ上がるみたいな。マジそれです。私今100万ポイント。でも200万ポイントって結構でもハードル高いけど、まだ1ヶ月2、3週間あるからいけなくはない。名前のアクスタあれ欲しいな。普通にちょっとみんなからしたらさ他人の名前だけどさ、私からしたら自分の名前だからさ、目印としてさアクスタ欲しいんだけど。アクリルキーホルダー、胸ゆきりかって。カバンに、カバンに自分の名前、胸ゆきりか。無課金忙しい。え、わかる。私もほぼほぼ無課金、ほぼほぼね、ちょっとしたけど。ね、自分の名前のさグッズ、しかも名前しかないから使いやすいじゃん。なんか小さい頃につける名前のキーホルダーみたいな、なくならないようにものが。胸ゆきりかって、名前、ネーム、ネーム、そう。やっほー。バイライ。いつまでだっけ？17、早い。それを把握しているということは素晴らしいです。意識高いですね。まだまだあるじゃん。20日以上ある。お疲れ様です。安部さん、さくら、ありがとうございます。クラメンバーの戦力、え、定期的には見てないな。見てみようかな。もう201投しておるかな。ちょっと見てみよう、メイク終わったら。まつげが上がりました。団子ありがとうございます。ゆうたさん、さくら、
ゴーエーさん、ありがとうございます。研究だけで1週間ぐらいかかる。でも何かとさ、スピードアップのさ、あれもらえん？占いでもらったり、マップをさ、いろいろ見てたらプレゼントマーク飛び入れてるとこタップしたらもらえたりさ。説明むずい。ね、意外ともらえるけん、何かとね。もうこの土日が、でも江田島とコンサートあるって思ったらドキドキだね。まだ実感ないけど。濃厚な土日だよ。濃厚な。これから毎週さ、何かとあるじゃん。あ、でも12、13は何もないっけ。6、7、7はももちゃんの。あ、そう、江田島も結構いいですよ。四国らしい瀬戸利だし、江田島っていうところが景色良くてすごいいいところだから、江田島、まあライブ終わった後も江田島をぜひ楽しんでいただいて。4月20日はひなさんの卒婚。こんばんは。あ、研究生のがあるんか。12日は確かなんもないんだよね。で、4月の7はももちゃんのやつで、12はなくて、20日がひなさんのやつ で、28はツアーだよ、ツアー。いっぱいイベント。めでたいさん、桜ありがとうございます。ただの DD さん、ありがとうございます。よしまで福田さんの配信見てました。福田さんの配信も見てるの？福田さんも夜強いんかな。夜誕生日配信4時まで、すごいね。朝3時半にしてたね。自分も3時半頃見たんですけど、なんか重くて、でも重くてめっちゃ固まってたんですよ。だから普通に覗いただけ。ちょっと前に描きたいです、前髪が。タイピーヘンさん、綺麗、ありがとうございます。デコ、ちょっとデコが広いんでね、カット、画角でカットしてます今。必死にちょっと前髪固めたから落ちてくる。
眉毛。眉毛もね、髪色に合わせて茶色に茶色の買ってきたんですよ、昨日。安ルパンさん、桜ありがとうございます。新しく買い直しました、眉マスカラ。昨日四国の配信見れてよかったです。ありがとうございます、見てくれてね。急遽決めてさ、レッスンとかなかったからちょっとまあグダグダな部分もありましたが、四国らしくて。ツアー申し込みました、ありがとうございます。楽しかったね。でももうないって思ったら悲しいよね、本当に。思ったら悲しいから思わんとこ。ゆきりかの魅力について、私の魅力はどこですかね。もうももちゃんとの四国公演ないって思ったら悲しいので思いません。なんだって。でも卒業公演の時ってさ、卒業メンバー来たりするじゃん。アンナの時に田中美穂と田村来たじゃん。呼べるじゃん。だから私が卒業する時にガイドのみんなを集めようかな。集まるかな、セレモニーの。まあまだ先だけどね、まだまだ先だけどね。今何しようかな、10年後ね、先なんで。どうしよう、子供とか連れてきてたら。身長高くてスタイルが良くて一生懸命なところです。ありがとうございます。いや、すぐは来ないよ、まだ数年。ミニマゾンさん、桜ありがとうございます。集まらんかな、さすがに。数年後はアンナとかは来てくれると思うんだよね、田中美穂とか。問題はリンコとヤヨちゃんだよね。うーん、何しよう、メイク、確かに。みんなが働き出したら無理なのか、今はまだ学生の子とかいるから。
かなかむずいですねってね。卒業するときに会ってきてくれたなくて、でも来てくれたらっていうか私が呼ぶじゃん。だからサプライズ難しいよね。私がさ呼ぶわけじゃん。だから私は来るの知ってる状態じゃん。だから来てくれてわーみたいな、なんだろう、難しいな。自分がさ予定聞いて呼んどるけんさ、来てくれたのってなるかな。どうなんだろう、わかんないや。ここで行った時点でサプライズになるかどうか。でもまだ先だからみんな忘れてるでしょ、さすがにね。呼べたらいいなっていう願望ですから。こんにちは。40年後もう私60歳ね。足腰悪いわ。いや60はまだ元気か。こんばんは。2世全員は無理でしょ。逆にそうやね、逆に私は全然行くからさ、誰か2期生最後の人が辞めるって時に全然行く、何してても行く。呼ばれる側。こんばんは。いつでも行くよって感じ。ミキ最後は誰でしょうねって、もうめっちゃだいぶ先だと思うよ。だってまだ14人いるんだよ。だいぶ先ですよ。かなり先だと思うよ本当に。だって1期生さんもまだ最後1人にはなってないじゃん、7年で。だから2期がそうなるのはもう本当に10年後とかなんじゃない。13年後とか、そんないけるかな。10年後。そう、サホちゃんが今高2ぐらいよね確か。まあ軽くあと8年ぐらいはあるんじゃないですかね。シミソラが30歳までやるからあと20年。あ、12年か、びっくりした。12年。40歳は
30歳はやばいよ、過去最長だし。こんばんは。いや40はやばいんじゃない。40歳ツインテールとかもうできないよね。できるかな。見たい40か。40歳ってだいぶ先のことのようだけど、あと13年かって思ったらあっという間やな。やだな、あと13年でもう40歳なのか。ん？違うな、17年か。私今23歳、17年か。え、だって40歳もだいぶ先って思ってるのに、たった17年しかないって思ったら怖いね。人生短すぎる。17年後にはもうおばさんって呼ばれてるんだ。なんかね、1年が終わるのあっという間だよね。大人になってから、子供の頃の1年って結構長かったのに。寂しいですわ。一年一年をゆきりかと一緒に過ごしていることに幸せを感じます。一年一年ゲームかソコンアイテム欲しい。え、占いとかでもらえるじゃん。何かともらえるよ。ゲームね。占いは全部家族だけにしてます。私も私も食料とかはまあ集めれるから家族もらってる。外来自分が戦力高いのは研究をめっちゃやってるんだよね。今さチャプター26で詰まってるんだけど、このさチャプター26でバイキング野営地に累計40カ所訪問するっていうのあるけどさ、これ無理じゃない？タップしたらエリア内に見つかりませんってなるんよ。26まで一等しておらんかな。40カ所訪問しろって言ってるのに
エリア内にありませんになるんです。だから訪問できないの。はじめまして。でしかも私まだ8カ所しか巡ってないから、あと32。自動検索何それ。あと32回らんといかんのに、ありませんって言われてるから一生こっから進めないんだよね。なんで進めてるの。ここ3日ぐらいこれで詰まってる。鷹の巣のレベル、鷹の巣って読むそれ、なんだそら、どこやどこや、あ、これか、あ、こんなんあるんや、初めて知った。自分これ一回もしてない。え、私レベル10になってるよ、結構高ない。の巣レベル10です。知らんかった、こんなんあるんや、一回もやってないこれ。でも8やってると、なるほどね、これか、一回もやってなかった、これ初めて知った、こんなんある。自動検索オン、探索かオンにしました。知らんかった、こんなのあるん、触れてなかったわ、全く触れてなかったです。なるほどね、レベル10っていう言葉、レベルを何回か上げた、そうそういうこと、なんかまんべんなくレベル上げはしてるんです私。うーん、そしたら1週間かからずに終わる、よかった、解決。そう、レベルだけね上げてたんですよ。レベルめっちゃ上げてるよ、均等に強くなるから。そう、ゲームイベントまだ受付中なので、ゲーム好きな方いたら一緒にゲームしましょう。4月17まで、4月17まで、なんか反射して参加待ってます。レンズが反射してる気する。ヤンクミ、あ、そうだ、200万いってる人探してみよう、忘れてた、なんか仕事できる人みたい、これこの絵面。あ、さすがにまだか、さすがにまだだった、だよね。寮地内の収集は簡単にクリアする方法、え、何それ、知らない、度数入ってないです。まあまだ行ってなくても全然ね、あと20日あるんで余裕です。
このトップガーにさ、なんかセンス出るよね。私の顔をトップガーにしてたり、それ以外の画像をしてたり、初期のままだったり、個性出ますね。ツーショットのね、写真も使ってる。初期ですね、全然いいんですよ。あのドゥームズデイとかめっちゃみんな私の写真だった。ドゥームズデイ、何？飼育場？建設してると思う。全部してるよ私。あ、してるしてる。これしかも99行ったんですよ。飼いならしみたいなやつでしょ。99行って何したらいいか分かんないんです。99行って雪平の写真ではなくて、いや、いいじゃん、個性出てるよ。自分といえばっていう写真があるのはいいことだ。カメ、自分といえばっていうね。え、これは、あ、これ大事ですよ。これはこの光ってるところをタップして、これが出てきたら動物がね、飼いならしって飼いならすの。そしたらこのヒーローって呼んでいいかな、ヒーローに乗せれるんですよ。こうやって動物つけれるの。レベルアップさせてるなら戦力めっちゃ上がります。このヒーローにこうやって動物を設定するの。私全員に設定してる。ほら、動物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 、こんな感じで動物を乗すね。先生みたいね。ここがここでめっちゃ説得力ある人みたいな。体育教師みたいじゃない？笛持ってそうやもん。いらないやつは回収してレベル上げに使える。あ、そうなの？回収して本当や、こんなんできるんじゃ。回収してなかったわ。これのレベル上げはね、わからん、適当に当てたら上がる。そのうちこれであっとんかな。不意に光るよね、1万とか。ほら、不意に回収したらいいんか。なるほどね。回収回収、これで経験値もらえるってことか。回収してなかったわ。もう99行ったけん放置してた。もったいな。意外とやることあるわ。こんばんは。2つ目までしか上がりません。上がる、私も上がったもん。大変だ、地道な作業すぎる。みんなはどこで知るのそれ？適当にやってみて学んだって感じなの？なんか見た？
こういうのに気づいてる人は適当にやったのか、なんかの攻略ガイドみたいな見たのか、あ、やってみてる？へえ、すごいね。ね、ルームズデーより手間かかる。今必死に回収してるけど全然ポイント減らんままだ。そう、光る。ヤンクミかと思ったらヤンクミだった。そうです、ヤンクミ意識。ライスさん、さくら、ありがとうございます。あ、1万来た。あ、2万来た。すごい。タップしてたら2万来ました。どれだ2万の。2万のやつは買いならそう。買いならす。まあ大変だね、一括選択。むずいって、そんな言われたら。一括選択。まあこれ強い、これ強いからさ、飼いならしたいのにもう動物が99マックスいるからできないって言われるんだけどさ、99の中から99の動物を回収するのはどうやってするんだ。あ、ここか。ん？あら、あ、来た。見つけた。回収。見つけた、見つけた。これね。ちょっと弱いやつ消そう。弱いやつを消して、回収。なるほどね、大変だわこれ。ほんで強いやつを飼いならして、iPad でやった方がやりやすいですか？うん、私は配信してるから iPad にしてるけど、配信してない時はスマホでやってる。これめっちゃ強い。配信中にね、スマホを出せないから、
iPad でしてるけど。コロンさん、桜ありがとうございます。これは戦力上がっちゃいますわ。まあ後でやろう。やること多すぎるから。これもめっちゃあるじゃん、溜まってる。これさ800円でさ一括できるじゃん。ちょっと欲しいけど、まあ地道にやるかっていう。買っちゃいましたね。欲しくなるもん。こう地道じゃん。だってこれ欲しいけど、まあ頑張れば自分でできるやつだから、ここにお金かける必要ないかと思って。時間かかるよね。諦めちゃダメです。結構得点もらえるじゃんこれ。めっちゃもらえるよ。やった方がいい。ハロー、アイムハロー、インドネシア。ハロー。ハロー。この時間はインドネシアの方が多いね。何時なんだろうインドネシアって。ねえ、だってめっちゃ英語の方ばっかり。2時間後ろ。じゃあ4時。はーい。日本が2時間後ろ？どっちだ？インドネシアの方が2時間早いんだったら夜9時ぐらい。あ、インドが後なんだ。じゃあ4時、5時ぐらいか。インド。4時、5時でショールームしてるのすごいね。日本はさ、日本のアイドル夜配信多すぎてさ、4時、5時ってあんまおらんやん、配信者。インドネシア4時9時が多いんだね。日本はもう10時11時12時が多いじゃん配信。だからインドの方が2時間早いなら8時9時だから納得だけどね。4時頃からされてるのすごい。
4時。じゃあ4時か。あんま変わらんね。誤差ですね、ほぼ。6時も4時も。占い占い占い。スピードアップもらってる。牛尾さん団子ありがとうございます。こんばんは。セブン来たけどなんかいるって。そんな家族に LINE するような感じで。セブンか。そうやな。じゃあじゃがりこ、じゃがりこで。マックにいます。マック食べすぎ。やばい、ゲームはやりだしたら止まらんくなる。沼だ。20分ぐらい触ってる気する。家族マート？何それ。マック生活太るよ。You are very beautiful. Beautiful ですか？ケンさん、団子ありがとうございます。ハートありがとうございます。マックにハマってしまった。何食べてるの逆に毎日。そう、ヤンリカです。ハンバーガー毎日ってきつくない？いけるのかな。この40カ所訪問するってやつ、私さっき8しかしてないって言ったのにもう11になった。早い早い。チキチキ。お気分を見ました。そうなの。ありがとうございます。何、珍しくメガネかけてるから。何、これは極戦っていうドラマのイメージなんです。今日ジャージ知ってる。まあデコださんとね、いかんのんですけどね。デコ NG ということで。でもなんかあれが反射してる、ショールームの画面が。こんばんは。情報教えたから投げほっぺくださいって。あ、ただじゃないんだ。はいはい。急に何があったんですって。何もないです。今日はこれでレッスンに行ったの。ビス予約した。あ、みんな予約してね。ビス、私の特典生写真ゲットしてね。レア。
1日ゲットしてます。ちゃんと1日に発売なるかな、広島なるかな。前回でもね、私発売日に行ったんですよ。ジャージのマークでん、誰だご存知です。おやつを、バツ丸、イエスバツ丸、イエスバツ丸です。バツ丸、バットバツ丸みたいな、サンリオです。バットバツ丸、こんばんは。そう、サンリオのキャラ、予約は一冊しかできない。そうなん？私も予約したいけどな。マネージリカの特典でお願いしますって言われてさ、お名前をお伺いしていいですかって言われてさ、マネージリカですって言う、気まずいじゃん。名前変えなきゃ。こんばんは。あ、渡辺ら付きで、確かに。いつもの儀、私ね、偽名あんま使ってないんですよ。普通に美容室とかも本名で行ってるから、偽名にしないといけないよね。逆に予約していた胸行きですって言ってるんですよ、美容室とかホットペッパー使ってないんですよね。偽名何にしようかな。でもここで話し合って決めたら、それはもう偽名じゃないんだよな。よいしょ。せやなってね。でもなんか本名で活動されてないアイドルさんとかいるじゃん、偽名っていうか。48グループとかさ、坂道さんとか本名だけどさ、なんか自分で考えた名前で活動してる、そう、芸名のアイドルいるじゃん。で、なっちゃんと前に、もし自分が偽名で活動するならどういう名前にするってさ、そう、アイドル、話したんですよ。何にするって、なんてつけるのって。でもやっぱ名前をちょっといじるぐらいがいいんですよね。私はゆきちゃんとか。あ、でも結論決まったんよ。そう、その話の名字がね、私の結論は決まったんよ。私の名字が名残で、名残ゆきちゃんなんです。可愛くない？名残ゆきちゃんです。可愛いでしょ。アイドルっぽくない？
りって言ったら可愛くない？そう名残ゆきちゃんで第二の人生歩もうかな。著作権怒られるかな。いやでも名残ゆきっていう単語あるもんな。単語桜ありがとうございます。汽車待ちさん、汽車を待つ君の横で僕は粉雪はダメ。名残ゆきちゃん可愛いでしょ。そう、芸名を考えようっていうトークしたんです、メンバーと。なっちゃんは月ちゃんとかなんか月やっぱ名前から取りたくなるよね。こんばんは。いや粉雪梨花やったら全然変わってない。本名すぎる。それは本名すぎるので。名残ゆきちゃんです。名残ですって可愛い。しかも名残じゃなくて名残ね。イントネーション。で担当カラーは白か青です。ゆきひらがなです。名残は漢字でもいいな。担当カラーは白か青、水色。これかわいいじゃん。名残漢字の方がいいね。ひらがなやと歌みたいになるから。下の名前がひらがなで名残が漢字です。名残、にごり、にこごり。お待つ君があって名残ゆきです。こんばんは。でもそれで、あ、いいじゃんってその話は終わったの。結論出たんです。この自己紹介使っていいよって。使わん。50円安いけど。なっちゃんはなんか月ちゃんとかにかなってなって、何月がいいかなってなって結論出んかった。ふざけた。なんかいわく月とか。いろいろふざけて終わったんです。桜ありがとうございます。ひどい。思いつかんくて。雪をねかり。やだ、ゆきちゃんがいいの。こんばんは。岩月、なんとか月ってめっちゃむずいよね。だからいい感じなの思い浮かばずに終わったんです。めっちゃふざけてポン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 変なやつ割れてきたんよ。
忘れたけど、予約付きと。神奈月と望月、でも下の名前を月にしたいわけだから、おまけ、あ、おまけ月も出た出た、おまけ月、そう、おまけ月も出たわ。下の名前を月だから、名字っぽいやつ、でもむずい、いろいろ出てくるけど変なばっかです。何々好きだもんね。お部屋付き、きゃー、はじめまして、こんばんは。さくら付きってこと？もちつき、それだったら名字もちになるよ、下の名前つきにするんだから、もちつきになる。っていうね、芸名を考えようのコーナーでした。今月いいね、物件みたいになっとうけど、今月お部屋付き、結婚したらお部屋付きでございます。こんばんは。今回の最優秀賞は庭付きです。戸建て庭付きです。物件情報やん、面白いわ。物件情報じゃないかいっていう。さっきの自己紹介いらんって、キャッチフレーズはいらんな別に。朝食付き、ホテル、おまけ付きはね、私たちの意見で出たんですよ、なっちゃんと。アニポケの時間、リアルタイム、今日の授業ですか？タブレットを開いてください。
アニポケ、あ、映らんのかい。テレビ東京とかなんだ、まあ見んけどさ。映らんのかい。金曜日か、金曜ロードショー見れるじゃん今日。なんだろう、タブレット忘れました、廊下に立っとけ。ゴーストバスターズ、何それ。お弁当忘れました、廊下に立っとけ。すぐ立たせるやつ、クラス全員廊下に立ってるかもしれんわ。ゴーストバスターズ、調べてみよう。あ、仮面ライダーの名前みたい。通れなくなる。こう。え、仮面ライダーっぽくない？一瞬仮面ライダーかと思ったもん。仮面ライダー、ゴースト、そう。バスターズ。え、かわいい。想像と違った。調べたらかわいかったんだが、びっくり。マシュマロみたいなお化け。ゴーストバスターズ、仮面ライダーっぽい。ゴーストバスターズ見てくれよな、可愛かった。マシュマロみたい。ヤンクミだ、こんばんは。ヤンクミジャージです。え、見たい気持ち出てきた、面白そう。あ、マシュマロマンなの、違うか。マシュマロっぽいって思ったらマシュマロマンって書いてるけど、それはまた別か。極戦懐かしいよね。極戦は私の世代よりもちょっと上なんですよね、確か。何歳ぐらいの人が世代なんだろう。極戦、まあいいね、私はの上の世代なんですよね、きっと。2002年、やっぱね、2歳だもん私。2002年にさ、高校生大学生ぐらいが見てたんじゃない、高校生とか。だから私の16個上とかの人たち世代なんじゃない。
15個とか。そう、2歳、いや2歳はもうバブバブ言ってないです。2歳は2002年、まあ私の15個上とかの人が世代なんかね、10個以上上の人が、だから今30何も。そう、知ってるっちゃ知ってるんだよね。再放送とかあってちらっと見たことあるんですけど、だからか今日このさ、レッスン着で行って極戦読んで突っ込んでくれたのは沖さんと愛子だけなんですよ。だからか、沖さん愛子さ、私よりも年上、年下の子わからんよな。他の人は何そのジャージみたいな、極戦だよって言っても伝わらんのんですよ、世代の方々。そう、沖さん愛子なんで、愛子ギリわかるお姉さん世代。そう、パセリも絶対わかると思う。私もわかるし、なっちゃんもわかるんですよ、ギリ再放送世代ぐらい。23歳ぐらいギリ。あやぱんはちょっと微妙だな。あいこわかりそうじゃない。そう、リコちゃんわからんと思う。ジェネレーションキャップ、ゆきりか世代がちょうど再放送ぐらい、23より上が23、24、25。サーヤンわかるでしょ。私より下になるとわかんない。再放送も言うて小さい頃だったので、23より上。愛子と沖さんは言ってくれました、極戦じゃん。いやいや、懐かしいね、全然覚えてないんだよね。でも再放送見た記憶はあるんだけど、内容まで覚えてない。あ、GTO は名前だけ聞いたことある、見てないかも。ファイナルが2009年か、9歳だから、ちょっとギリ知ってる世代なんですよ、9歳ぐらいだから。だから私より下の子は知らないじゃん、2009だったら。9歳だからギリ記憶ある。世間22ぐらいのより上やったらあると思う。アルフは、アルフもはなんかテレビで放送してて知った。アルフめっちゃ好き。金八先生、それはわかんないわ。でも有名だよね、知ってるけど。え、アルフ知ってるの？アルフ知ってる人いるの？アルフさ、あんま知られてない、なんか知る人ぞ知る面白い番組なんです。アルフ超面白かったよね、小学校の時。小学校の私はこれが面白くてめっちゃハマってたの。アルフ、先生してみたいって。いやー、
思わん。イケて音楽の先生ですね、小学校中学校。最近の教師もの最高の教師とか、最近だったら割と大人向けのジョーク多め。で、私小学生の時から笑いのセンス、なんか笑いに結構厳しいというかハードル高いので。教員免許今からか。でも教育学部の音楽科を受けるかも悩んでたんですよ。なんか実技でよかったんです、小論とかじゃなくて実技ピアノ、ミニテストとピアノで入れるみたいな実技。でもピアノの持ち目がなかったので却下です。そう、実技審査でピアノがあって、勉強がちょっとなんかあんまなくて、ピアノでいいんだってなったけど、そんなにピアノの持ち目はないので。人生の選択ですね。ピアノをめちゃくちゃ極めないといけないの。でも音楽の教育学部あるんです、音楽科みたいな。こんばんは。え、先生はでもきついわ、子供たち大勢の相手、向いてる気はあんましない気する。中学校、いや中学校は難しい、生徒怖いじゃん保育園かな、せめて。でも最近なんか自分の弟にお母さんみたいな発言をしてて、なんか歳を感じた、お母さんに似てしまったなって、なんか遺伝を感じました。なんか最近弟がね、一人暮らしをするにあたってベッドが欲しいらしくて、そう相談してきたんよ。やけどベッドって一人で組み立てるの大変よって送ったんです。そしたら、じゃあお父さんに組み立ててもらおうとかさ、送ってきたけん、自分でやりなさい、そんぐらい自分でやらんと将来困るよみたいなことを言ったんよ。じゃけんめっちゃ母と思って、母すぎん、マジでちょっと嫌だった。でもふふ自分で組み立てろって、もうじゃあ私自分で組み立てたんだよ一人で、なのに男の弟が自分で組み立てないなんて、そう自分でやりなさいって送って、そんぐらいやらんと将来困るよって送りました。そうそしたら なんてまあ大丈夫ってきました。母すぎてちょっとね、男なんだから組み立てないと。僕は一人で組み立てない、立てれる。そう、配線はさすがにね、お父さんに頼んだ方がいいじゃん。
危ないお父さんは何だと思ってるんだ。ベッドぐらい自分で組み立てないとね。だって将来はさ、頼られる側になるわけじゃん、弟が。お父さんね、その配線とかはね、父離れせんと。しかもお父さんももうさ、私が子供の頃とは違っておじいちゃんになってるわけだから、お父さんも力もうなくなってるからさ、頼むのよくない。私はね、一人でねベッド組み立てたんで、板の状態で来るんですよ、一枚一枚。それを一人でね、ベッド一人で組み立てるの大変なんですよ。そっち持っといてって言えんけんさ、片方やってたら片方がなんか倒れるみたいな。めっちゃ頑張って立てたんだから、あなたもそれぐらいしなさいって。左端立て組み立ててたら左上の端が倒れるとか大変だったんです。組み立て、っていうね。弟も大変ですね。母が二人いるようなもんだもんね。どこ相談してもそういう返事返ってきたら、母に相談してもそういう返事で返ってくるし、自分に相談しても母みたいな返しするので大変ですね。ひとしさん、さくら、ありがとうございます。こんばんは。あれの言うこと聞きません。まあそれぐらいしっかりした弟ならね。いや、 LINE グループはまだ動いてない。まだ愛媛帰ってないから、愛媛帰らんと動かん気する。極戦ってなんぞって思ったら極戦だった。帰省の時とかに使う。夜ご飯何って今はさ別々に住んでるからそんな LINE 送れんやん。夜ご飯何とか聞くことがないよね、家族 LINE で。昔から弟とは仲いいですよ。今日の夜ご飯、お父さんお母さんの聞く。今日何食べたんて。なんでそれ。そうやね、愛媛。そうですね、ツアーの時とかに。なんやろうね、何食べるか気になる。だって4人でさ食べてたじゃん、ご飯今まで。でも2人になってるわけじゃん。2人だったら何食べるんだろうっては気になるけど。やすくみでーす。ハム、みんなは夜ご飯食べましたか？まだかな？ 7 時。お腹空いた？全員ハンバーグ？いや、胸焼きハンバーグ好きなの私だけなんです。弟好きじゃなくて、お父さんも好きじゃないんです。
マッチで食べない。でも私がハンバーグ好きだからハンバーグ行ってもハンバーグってなってる。お父さんはハンバーグって、ママは何でも食べるよ。あ、でも弟はハンバーグ好きじゃないんですけど、そうだからそのトマオニとか行ってもステーキ頼む派なんですけど、ステーキ派でも、あのコットンドールと母のハンバーグはめっちゃ食べるんです。弟コットンドールのハンバーグは好きなんですよ。ハンバーグが好きなのは私だけ。私はマジでハンバーグ大好き。毎日ハンバーグ食べたい。毎日ハンバーグ食べても健康に害ないなら食べたいですもん。こんばんは。肉好きだよ。肉も好きだし魚も好きです。何でも好き。1ヶ月ハンバーグ太りそうだからな。こんばんは。愛媛お魚美味しい。なんか愛媛の食べ物って美味しいよね。新鮮。でもそれは地元民だからそう思うだけなんだよね。だってさ、福岡の人はさ、福岡のご飯ってめっちゃ美味しいんだよって言ってくるじゃん。でも私からしたらね、なんかそんなイメージはないけど、多分地元だからね。都会ってさ、なんか海がとかが近くないとさ、美味しいイメージないんですよ。だから徳島が美味しいとかいうのはすごい理解できる。なんか四国がね、魚美味しいんだよってめっちゃ説得力あるじゃん。めっちゃなんか愛媛の魚が美味しいとかね、高知の魚が美味しいとかすごい説得力あるじゃん。海近いし新鮮な魚やそうやなって。だっけ、田舎とか美味しそうじゃん。都会のご飯も美味しそうってなんかあんま思わんのですよね。人がうざうざいる都会のね、ちゃんと美味しいんだろうけど、高級店とかあるしね。田舎のさ、海山がいっぱいあるところのご飯の方がすんごい美味しいよって言われた時に説得力ある。美味しそうって。瀬戸内のご飯はだからめっちゃ美味しそう。美味しそうです。こんばんは。瀬戸内のご飯とかめっちゃ美味しそうやん。瀬戸内ご飯もう響きだけで美味しそうじゃん。広島はなんだろうね、牡蠣とかのイメージです。牡蠣、閉店前の色が変わった刺身ね。なんか東
京の居酒屋のサーモンと田舎の居酒屋のサーモンだったら田舎の居酒屋のサーモンの方が美味しい。ガンス、あ、出た。ガンス。あんまり食べたことない。ガンス。愛媛魚めっちゃ美味しいよ、めっちゃ美味しい。ガンスはね、ちゃんと食べたことはないです。多分まだだったガンスかって、まだでガンス。でもじゃこ天みたいなもんでしょ。愛媛で有名な魚はタイです。食べるタイミングないよな。タイ飯食べたいです。タイ飯最高ですよ。タイが食べたい。こんばんは。ちょっと愛媛行ってきますね。まあ休みの日にでも行ってみてください。近ければね。釣りしたことある。小学校の時お父さんの釣りについて行って、キモさん団子ありがとうございます。お父さんはもうガチの月釣り、釣り好きです。混ざった。釣り好き。何釣れたか分かんないな。興味ないからさ、覚えられないじゃん、興味ないものって言われてもさ。あ、船は持ってないです。なんかボートみたいなんで。命守るさ、あれつけてね。あ、美味しいですよ、魚は。焼き魚。ライフジャケット。でもめっちゃ早朝に行くからさ、早朝にさ、まあ、船乗って、船っていうかボートみたいに乗ってさ、落ちてライフジャケットで浮いててもさ、ライフジャケット着て浮いてても誰に見つけてもらえるのって。こんばんは。結構命がけだよね、釣りって。釣り仲間とかじゃなくて一人で行ってるからさ。ね、早朝に勝手に行ってるからさ。極戦知ってる？
え、免許いらんやつ、なんかそんながっちりした船とかじゃないです。こんばんは。もうすぐ8時ですね。8時前ぐらいにやめようかな。明日は江田島、よろしくお願いします。誰が来るんだろう。江田島の復習しとかなきゃ。昨日レッスンしたばっかなんで、まあでも花びらでも偽物だよ。こんばんは。リアルフェイク、真逆な言葉。え、5時半からやってるんか。2時間やってるよ。そんな感じする？早くない？めっちゃ一瞬だったんだけど。一瞬一瞬。今1時間ちょいぐらいかと思った。夜より時間経つの早いな。美味しいお魚、久しぶりに見たらめちゃくちゃ可愛くなってる。すごい、ありがとうございます。久しぶり。いや、今日の配信はでも結構いろんなこと喋ったから、まあ65点ぐらい。今日は夕方だからさ、多分自分の声大きいよね。レッスンから帰ってきて夜もっと小声な気する。今日は割と大きな声で配信ができているので65点。梅昆布さん、桜ありがとうございます。桜過去最高点じゃないよ、70点ぐらい出した気する。最近梅昆布さんありがとうございます。こんばんは。アニポケ終わった。前髪冗談かと思うぐらい寝てました。おはよう。明日の髪型何にしようかな、決めてない。おはよう。いや、ツインはしないかな。逆にポニーとかかな、やるならフェスだし、島だし。島だしとはポニー、牧野ポニーとか。
暇だし。ということで今日は配信終わります。明日は夜配信になりますね。明日はフェスの後にリハーサルがあるのでリハーサル合流です。前日リハーサル夜やります。10時。今日は早く寝ましょう。でも金曜だから夜更かしするでしょ。みんな早く寝よう。では壇上読みます。13位はるさん、12位ごえさん、11位ゆきさんなんかなこれ、10位理化学研究所さん、9位ひとしさん、8位たっちゃん、7位つばさほしいさん、6位やすべさん、5位みきやくん、4位タイピエさん、3位梅昆布さん、2位やするぱんさん、1位うどむさん、ありがとうございました。ってことで土日楽しみましょう。そう終わりなの。でもあっという間だった。2時間やってるよ。自分的には1時間ぐらいの気分。早い。よいしょっと。私夜ご飯食べよう。夜ご飯ちくわ。ネイル変わってないですよ。どんまカレー食べて寝ます。おやすみなさい。ってことでまた明日です。おやすみなさい。早いけどまだか。寝ないよな。まだ。まあおやすみ。またねー。名残ゆきちゃんです。またメール送るので、それでは。